はい、最近ですね、私がよく使っております、ワーモスのネックをつけました。このフランケンタイプのギターなんですけれども、そろそろですね、このワーモスのネックを使って、まあこのフランケンタイプではなくてですね、ちょっとこうオリジナルのモデル、オリジナルのギターを組みたいなと、思っておりまして、今どんな計画を立てているかですね、今回はそれを紹介してみたいと思います。でネックはですね、これ今フランケンタイプのギターについておりますワーモスのネックを使うんですが、ペグとかですねタットとか、そのあたりはもうこのまま、使うようにしたいと思います。でペグはまあ5等の、ロック式のものがついているんですが、このボディとかですね、電気関係、どういうような仕様を今考えているかというとですね、先日、このフェンダーのメキシコのですね、フェンダーメキシコのボディだけを、中古で購入しました。でこのボディにですね、ワーモスのネックが、ついたらなと、思っているんですが、まあ、届いてからですね、仮に組んでみたんですが、ネックの方はですねもうほぼキチキチでちょうど、いい感じでマッチングしました。だからあとはネジ穴とかですね、再度確認して問題なければこのボディを使ってですね、オリジナルのギターを組んでみたいと思っています。であと問題なのはですね、フェンダーメキシコなんですけれども、このブリッジを止めるネジですね、まあ6点止めのタイプになっているんですが、フェンダーメキシコのモデルの中にはですね、このピッチが非常に狭いものがありまして、1弦側から6弦側の穴のですねこの間隔が 52.5 ミリっていう仕様になっています。で通常ですね、フェンダージャパンとかフェンダー USA なんかは端から端までですね、だいたい56ミリぐらいのものが多いと思うんですけれども、これはこのメキシコのタイプはですね、少し間隔が狭いので、今まで使っていた5等の6点止めですね、まあフランケンタイプのギターについていたものはそのままつかないんですね。で、どうしようかと思ったんですけれども、今パーツとしてですね、私これ、5等の2点止めの分ですね、ブリッジ。これ510510TSSF1 というモデルなんですけれども、スチールブロックのものですね。で、ただこれは、2支点になってますので、このこれ専用のですねスタッドをボディに打ち込む必要があります。でやはり木部の加工となりますと、私ももう手持ちのですね手で持って使うドリルぐらいしか持ってませんので、それはさすがに難しいということで、このスタッド打ち込む作業はですね、いつもお世話になっている工房にお願いしようかなと思っています。で、あとはですね、この電気系統ですね、ピックアップどれを使おうかとか、どういうサーキットにするか、これもですね、もう普通に3シングルで、まあ1ボリューム2トンで 5A のセレクターだともう全然面白くないので、どうしようかと思ったんですが、以前紹介した、非常に変わった猫ホールギターっていうのがあったんですが、それにつけていたですね、トム・アンダーソンの、このスタックタイプのですね、シングルサイズのまあハンバッカーと言ってもいいと思うんですけれども、これがですね、3機ありますので、このシングルコイルをつけてみたいと思っています。で、トム・アンダーソンの型番はですね、SA1。これが、フロント用ですね。で、これがミドルなんですが、SA1 の R ということで、リバースですね、逆巻きになっているタイプのマイク。これをミドルポジションですね。で、リアは、SA2 プラスということで、少し、おそらくターン数、コイルのターン数を増やして、パワーを上げているタイプだと思うんですが、SA2 プラスという、このシングルコイルをつけたいと思います。で、実際の音自体はですね、大体の特性はもう、以前別のギターにつけて分かっておりますが、まあ、このピックアップの特徴はですね、スプリットと、あとシリーズ接続、あとはパラレル接続っていうのができるんですけれども、なんとですね、シリーズ接続にしてもですね、パワーがそれほど出ないんですね。ですから音の抜けに関しては、実はこれスプリット接続が一番音抜けがいいような、非常に特性が変わった特性を持っているマイクになります。で、あとはサーキットの方ですね、回路どのようにするかというと、今、これについてる分が、先ほど言った通り 5A の、ピックアップセレクターと1ボリューム2トーンなんですが、他のギターでも私よく変えているように、1ボリューム1トーン、から1マスターボリューム1マスタートーン仕様にまず変えまして、であとは、これも手に入れてるんですが、ミニスイッチですね。
ミニスイッチを3つつけたいと思っています。ですからパッと見た目にはですね、トム・アンダーソンの真似みたいなのがありますが、オンオンオンの、ミニスイッチを3つつけまして、ですからマイク3つともですね、スプリットとシリーズとパラレルのサウンドが出せるように使えています。だからそれを切り替え、ミニスイッチで切り替えできるようにしておいて、5A のですね、ピックアップセレクターでどのマイクを鳴らすかというのを、切り替えできるように、したいと思っています。ですから実はこの配線というかこのサーキットはですね、もう本当の、私いつも使っているトム・アンダーソンの方にも、ね、導入本気でしてやろうかなと思ってるくらいですね。やはり、スイッチルーのシステムっていうのも優れてるんですけれども、5A のピックアップセレクターっていうのはやはり一番操作性という意味では使いやすいですよね。から、5A の、スイッチもですね、スイッチルーのトム・アンダーソンに将来的には搭載してみたいなと思ってるんですけども、やはりさすがにですね、ボディに、加工しないといけないので、ちょっと躊躇している感じですね。で、あとはですね、できたらもう一つミニスイッチをつけて、あとブリッジスイッチですね。から例えばフロントとリアの2個のマイクだけを鳴らせるようにっていうようにしたいと思います。ですから、最終的にはミニスイッチが4個つくようなですね、仕様になるかと思うんですけれども、そういったサーキットで一度どんなサウンドが出るかですね、試してみたいと思っています。で、ネックの方はですね、もちろん加工なしで、つけたいと考えていますので、まあ求めているような結果が出なければですね、またそのままフランケンタイプのボディに戻してもいいかなと、思っています。ただ今回はちょっとですね、ボディの方に、木部の加工が必要ですので、まあ、少し時間かかるかと思うんですけれども、この計画ですね、進めてみたいと思います。また組み終わりましたら実際に音を出しながらですね、解説してみたいと思います。ご期待ください。以上で今回の動画終了いたします。今回の動画のなかなか良かったと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。